皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もマリオメカツやっていきたいと思うんですけども、今回ですね、今回も、なんか眠さずに丸のボケにまた来てましたね。やってきます。こちらですね。まずね、ハヤトさんからなんですけど、ハヤトさんからだよね。多分そうだと思うんだけど、前回の動画ですね。2マス、3マスのコース、クリア。おめでとうございます。頑張りました。で、500秒スピードランでやってくださいって感じなんですけど、頑張ってくださいって感じなんですけど、なんと、ついにですね、このコース、終盤行きました。これ鍵持ってると思うけど、もう3周して、最後、鍵、行ったんだけど、見たらわかるんだけど、入るじゃん。ヒップ待機あるって言ってたんだよ。ああ、じゃあ来んのかなと思って警戒してたんだけど、初見でね。もちろん初見だけど、ここまで来たの。頑張ってきたんだよ。なんですけど、なんと、見てください。これはちょっと、もう、本当にショックというか、なんていうか。もう、まさかの、クリボ踏みじゃなくて、まあ、いきなりヒップ待機分かったけど、このまさかの、トゲが、両方、つまり、スティックをちょっとでも、この右左にしたら、やられるというね、超激ムズヒップ耐久ということで、最後にこれ来るかって感じですよね。多分これで入ってゴールなんだろうな。いやー、ちょっとこれはもう、ちょっと、なんていうか、むずかったんで、まあちょっとどうするかってとこです。はい。クリアはしてないです。ちなみに。はい。で、次ですね。ん？待って待って、なんか潜ってる。あれ、なんかさ、これさ、1日前、で、5時間前、3日前、2日前ってどういうこと？なんか潜ったら なんか潜ったら、なんで潜ったの？なんか今潜ってなかった？潜ってない？あれ？ なんか今潜ってたよね、表示。3日前とかなんかよくわかんない感じだったよね。なんで？だよね。そう、私じゃんのもね。まあいいや。じゃあ次行きましょう。タイチさんですね。こちらの方は、キシグスピランですね。まあやったと思いますけど、あのコースくれていなかったコースくれた方ですね。クレッシュ出てんのかな？出てないわ 出ててない。7049の0。まあ出てないわ。クレッシュ、マジか。やば。なんか来てるコメント。無理ですね。だよね。むずい。このコース、やばい。で、こっちの方からまた来ましたね、コメント。なんだっけ。トロールコースとかスピードランとかいろいろやってみてください。お願いします。フレンドになりませんかということなんですけど、トロールコースは非常に難しい。プラス実況者としては確かに良いけど、ミヤクレ、僕ミヤクレはトロールコースをやる系のタイプではないと思ったり、いろいろしてるっていうか、なんていうかなので、ちょっとやめます。はい。スピラもやりましたね。なので、ちょっと一旦、まあ、やったので、一旦ちょっと保留という感じですかね、この方は。で、フレンドでは、ちょっと、まあ、言ったと思いますけど、フレンドになっても特に参加型とかはね、今後やる予定はないので、フレンドにはちょっと、今のところはなりますね。すいません。はい、って感じです。すいませんね。で、次ですね。ともくんさん。僕の1回ミスったらダメなガムコースやってみてください。弟が作りました。5歳です。5歳の弟が作ったってことですね。でも見たんだけど、もうやばいんだよ、クレーツ。どうだっけ？これちょっときついって、0.18はないって。1073の2って。クリアチェック3時間か。でも3時間か。で、今回は、これきつそうだな。この回のね、動画ではちょっとね、なんか眠る書いたんで、やらないです、これ。やらないです。はい。何をやるかってとこですけど、こちらの方です。ちょっとすいません、一旦保留します。ワンチャン裏でやるかも。裏で、さっきのそのダメコースやるかもしれない。裏でやってクリアか、もしくはって感じにします。ちょっと動画に出すかもわからないです。はい。で、一応言うとね、まあ、いろいろコース来てるんで、全部動画化するっていうのは大変なので、裏でやってって感じにするやつもあるかもしれないです、今後。なんか動画映えしそうだなコースとか、あ、これは動画にとして向いてるなって感じのコースは優先的にやっていきたいんですけど、まあ、そうでないコースとか、まあ、ちょっと本当裏でちょっと軽くやる感じにしようかなって感じですね、ここは。わかんないけどね。はい、次ですね。ぐーたら柿の種さんですね。ミヤクレさん、てか今この状態でまだ1コース目たり前か。ミヤクレさん、いつも見てます。ありがとうございます。動画投稿頑張ってください。はい、頑張ります。お願い。僕のコースの実況者への挑戦状。森の中で130秒スピードラン。もうプレイしてくれませんか？よろしくお願いします。ズルは、てん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 。まあ、頑張ってください。どこまでも頑張ってください。ありがとうございます。ズルあんのかな？
ずらんのかなってことで、行ってみましょう。これ何？世界一速い動きって何？これはちょっと気になるけど、これの方が気になるけど。ああ、なんかすごいサムネになりそうなコースが来てますけど。来てますってか、ありますけど。ちょっとこれやっていいですか？ネタ空中に受けるんだっていう、これやっていいですか？これちょっとやってみていいですか？なんか面白そうなコースなんで、先にこれを。はい。あ、で、その、実況者向けだっけ？それはちょっとクレアやつ見ましたけど、まだ出ますけど、2% 切ってるぐらいで、1% 以上ありましたね。はい。何？どういうこと？これ？これ持つの？どういうこと？なんかやり方と書いてある？ん？何？どういうこと？あ、わかったわかった。多分わかった。多分わかった。だから多分これわかんない。わかんない。ちょっと待って、一回バネ持つじゃん。バネ持ってなんかあるな。どういうことだろう。空中に受けるんだとは。ん？タイミング？タイミングかな。多分これ P のこれが切れる瞬間だよね。こうかな。おお、すげえ。こういうことか。すげえ、確かに。すごいね。おお、すごい、これは。これはすごいかも。確かに、見えないもんね。赤のこの表示が。だからほんと消える瞬間ってことかな。おお、すげえ。なんかちょっと赤点々みたいに見えてるけど、すげえ。空中っていうかその、ほんとにだから赤消える瞬間に、変わる瞬間にゴールしてるから、って感じですかね。お、これは面白い。ナイスです。ありがとうございます。嬉しい。ん？違う。面白いコースでした。っていうことでやりましょうか。これですね。130秒ですね。で、なんか17秒、ズルということで 1.94。なんで確実にズルがあるコースだと思うので、やっていきたいと思います。まあ、ズルがあるんでしょうね。ズルを探していこうって感じですかね。まずは左から。まずは左から。中間か。中間か。どういう中間？一？ずるとは？まあ、なんかスピランって言うけど、スピランっぽくもねえな。土管、ドア入れる？どこ土管入れる？ドア入れない。鍵ですね。まあ、ちょっと行こうか。スピランではないな、これどっか。スピランみたいな仕組みだけど、スピランっぽくはないね。ん？鍵ドア？何？どこ繋がるこれ。うん。それが多分17秒ということで、もうこの時点でゴールしてるんだよな、多分。なんか上あるな。あ、なんか上あるな。雲のとこ。なんだあれ。ああ、切れちゃった。もう一回ちょっと見ますか。まず最初に、これここが気になるね。はいはい。入りますか？特に入っても、ズルできないよ。入ったけど、ピンクコインを全部取るとかってことはできないと。これできたら最強だろうけどな。最強だよね、できたら。でも、17秒って気になるところである。多分、ファイヤーとか取るからかな。取るから、取ってからかな。ちょっと待ってね。なんとなく分かったな。皆さん分かりましたかね。まずこれさ、これで、取れないこれ。無理？これさ、取れないっけこういうのって。無理か？あ、無理か？わかんないな。オンフをしてみた。ダメか。いや、ダメだな。わかんねえ。ちょっとコメント表示してみるか、試しに。コメント一回表示にしてみて、あ、見せた。コメント表示してみて、そのズル、
書いてあるかってとこ見ますか。で、まあ、クリア率短い、あ、じゃ、い、低い、まあまあ低いけど、でもそれでも2%ないくらいかな。くらいかな。あれで普通に行きますかっていう選択肢もあるよな。クリア率低いけど、まあ2%とかだな。ベストクリアタイム17秒、マジで気になるんだよな。行くか。ああ、そっか。トゲあんのか、オッケーオッケー。よし、じゃあ普通に行こう。あ、違うよ。鍵もらえんじゃん、これ。鍵もらえるってことは、鍵もらえるってことは、あれだよ。もういけるじゃん、これ。鍵あんだから、ここで。もうこれ動くんだよね。だよね。これドア、鍵ドア入ります。パン。ってことで、ズル、見つけました。しかし、さすがにここで終わるにはいかないので、とりあえずね、多分3周する系のコースだと思うので、1周目、まあ、スピラみたいな感じで遊んでいきたいと思います。まあ、どうせ3周して多分ゴールなので、鍵取ってね。あるので、ね。まあ、そりゃそうだよね。ズルあるからさ、クリアツが上がるんだよ、ね。あるもんね、バリバリ。鍵。気づかなかった、大丈夫。手に入れちゃできない。行こう。1、2の3段。さあ、これはちょっと入るか？ OK。早めに行こう。さあ、ちょっとこれいけるかな？やべ、ドア入る。OK。中間来た。中間来た。まあ、スピランって言ってもそんな急がされるようなスピランじゃないですね。あ、オッケー。これでか。これで多分。あ、これでピンコインか。オッケー。でもここはズルできないのって言われちゃう。オッケーです。はい、ありがとうございます。じゃあ、戻ります。はい、ってことでね、今回は、こんな感じでね、終わりにしていくんですけど。いやー、あ、2%だね。結構あった。実況者の挑戦状って言ったら、まあ、意外といけましたっていうか、なんていうか、ズルがあったからって感じですけど。でも、ズルとかって言わなかったら、行くの難かったかも。あ、難くはないか。でも、どうだろう。最終するだけだったらいけるかな。ズルしなくても意外といけたかもね。クリアチェック時間はちゃんと、ズルしてないんだ。そこは偉いな。って感じでしたけど、はい。こんな感じでね、今回終わります。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。